どうも、ワニです。そしてこちらは、メロンです。立派なね、いいメロンを入手したんですけども、今回こちらを我が家のペットたちに与えていきたいなと思います。リクガメとかね、多分イグアナも喜んで食べると思いますし、うちのいろんな生き物が喜んで食べると思うんですけども、このまんまでちょっとね、やっぱりメロンって硬いんで食べれないと思いますんで、ちっちゃくする必要があります。はい、これで食べれるようになりましたね。ほら、メロンですよ。めったに食べれないよ。はい、巨大ケヅメのこちら今デカイモって呼ばれてますね、うちでね。皮ごともういっちゃう、こいつは。すごいね。残さず食べてます。あいっておっことしちゃったメロンもしっかりと残さず食べます。ケヅメリクガメはね、オスがこの首元の下の甲羅が発達して伸びてしまって、下のものを食べるのにちょっと邪魔になってそうですけど、まあ、それでも頑張って食べてますね。このメロンの種、消化されないでそのままうんこと一緒に出てくることがあって、そのうちここにね、メロンの苗が生えてくるかもしれませんね。アルダブラゾウガメも甘いもの大好きなんで喜んで食べてますね。餌皿が持ち上がっちゃった。ヒョウモンガメが邪魔しに来てますね。ヒョウモンガメも餌食べたいのかなと見せかけて、そういうわけではない。むしろ人間の方に興味があるみたい。5倍速です。皮ごと一生懸命食べてますね。皮が硬くてなかなか悪戦苦闘してます。グリーンイグアナもやっぱり甘いもの好きなんでね、メロン喜んで食べてますね。もう果肉がしっかり皮に繊維でつながっていて、なかなか噛み切りづらそうですね。下手くそ。やっと食べれた。チビガメたちの放牧ゾーンに置いてみます。キアシガメもね、甘いもの大好きなんでね、ヘルマンを乗り越えてメロンを目指してますね。来ました。そして奥の乗り越えられたヘルマンもやってきました。ちまちま食べてますね。奥からマルギナアタリクガメもやってきました。
他のヘルマンもみんななんだなんだってやってきてますね。この亀たちが物を食べてる様子って本当にずっと見てられますよね。ちっちゃい赤足も来てますけど、これ皮ばっかりで食べれてないですね。うまいこと皮が反り返っちゃってむちゃくちゃ大渋滞です。大きな赤足赤いもくんも残った果肉を食べてます。アルビノのケズメリクガメ、白いもくんも最後に残った皮を食べてます。という感じで今回は我が家のペットたちに初めてメロンを与えてみましたという動画でございました。結構食いつき良くてね、人気なんで、あんまり与えすぎてもね、糖も多いんで良くないかなと思うんですけれども、まあ、たまのおやつにあげるんだったらいいんじゃないかなと思いますんで、ぜひ皆さんも与えてみてください。という感じで今回の動画はこれで終わりです。また次の動画でお会いしましょう。